例えばお子さんにこう、ね、いろんなことを聞かれて恥ずかしくないというので言えば、せめて家で新聞は取った方がいいんじゃないかなということをあえて言いたいと思います。それとネットとの付き合い方というのは今大変難しいことがあります。インターネットというのはですね、とにかくありとあらゆるものが言論がありますよね。それぞれの人が自分が読みたい記事ばかりを読むということが起きてきたわけでした。はい、いい質問ですね。どうぞお座りください。